はい、こんばんは。終わりました。今日ちょっとね、いい時間でしょ。10時ちょっと前、最近にしちゃね遅いんですよ、終わりが。前回の、動画でね、ちょろっと言いかけましたけど、アクションカムがちょっと濡れちゃってね、途中であれ切れちゃったんですよね。なんかもうで、最後ちょっとテロップで出したんで分かりづらかったんですけど、要はちょっとね、バイクを乗り換えちゃいますっていう話ですよね、これね。でたまたまね、今日来たお客さん、もともとお互い分かんなかったんですけど、前の店の時からのお客様で、っていう話で盛り上がったんですけど、今でやっぱりね、このバイクを見て店入ってきてくれたらしいんですよ。かっこいいなって言って、アプリリアが。で動画も見てくれてた方みたいで、本当に偶然びっくりしちゃったんですけど、でね、今ちょっと話してたんですけど、でやっぱね、改めて見るとかっこいいんですよ、このバイク。めちゃめちゃかっこいいんですよ。かっこいいんですけど、もう次のバイク頼んじゃったし、これ下取り出すしね。別に下取りなので、やっぱり下取り出すのやめたって言えばそれはそれで済むんですけど、そんなね、お金ありゃそれはそうしたいですけど、それもできないので、このバイクは本当にあと2週間じゃないか、あと10日か、10日でなくなっちゃうんですよ。なんかそう考えると、なんかすごい悲しくなってきちゃって、もう今日まっすぐ帰ろうかと思ってたんだけど、なんかね、動画回し始めちゃったんですけどね。これかっこいいんですよ、とにかく。アプリリア SX125 めっちゃかっこいいのね。ただその高速乗れないっていうのと、あとはとにかく何かあった時に部品が来ないっていうね、半年来ないでしょ。でレバーなんかも変えたいんですけど、これに適合するのが一応探したけど出てないんですよね。で、純正のものを、それは頼めますけど、またレバー来るのに半年でしょとかね、いろいろ。で、ここのこのメンテナンスのこの表示は消えないでしょ、ついたり消えたりついたり消えたりしてるね。とか、いろいろちょっとこうめんどくさい。っていうことがあってね。だから、今日来ていただいたお客さんも言ってたんですけど、これかっこいいから店の中飾りゃいいじゃん、みたいなね。そりゃ、飾れるスペースがあればね、それいいな、なんてちょっと聞きながら思ってたんだけど、飾れるスペースないしね。っていうね。2階には飾れるスペースあるけど、これ2階上げるのまた一苦労だしね。みたいな。ことで、だからもう本当にこれあと10日なんですよ、こいつも。もう本当惜しい、名残惜しい。もうこれがね、イタリアンのね、バイクだから、これだけかっこいいっちゃかっこいいんですけど、これが国産車だったらね、別に部品もすぐ来るし、みたいな。なんで痛さなのみたいな感じですけどね。もうしょうがないですよね、そんな愚痴ばっかり言っててもしょうがないので。それで21日9月の21日なんですけど、
祝日なんですよね、あれシルバーウィークになるの4連休みたいな、まあ、土日絡めて土日月かで4連休なんで、まあ、通常あの連休の時はあのその連休明けを休みにするんですけど、まあ、ここのとこコロナでね、そんなにお店も忙しくないということで、うちの月間予定としてもう21日の月曜日はお店休みってしてあったんですよ。で本当はその日だから祝日で私も仕事休みなので、まあいつも行けない方たちとどっか軽くツーリングでも行こうかなって思ってたんですが、その日が納車日になりました。なので4月21日新しいバイクの納車イコールこのアプリリアとのお別れの日になっちゃうんですよ。でね、何を買ったかっていうのはまあちょっとね、そこはやっぱお楽しみで、まあ納車の時の動画でお知らせするのがまあ普通のパターンでいいんだろうなと思うので、まあいろいろ言いませんけども、まあそのどういういきさつでなったかっていうのはね、ちょっと説明しとこうかなと思って、ですね、この間の月曜日、7日ですか、9月7日、まあ、台風の影響で朝から雨だったんですよ。で、走りに行けないし、どうしようかなと思ってね、ちょっと悶々としてたんです、朝、事務仕事、店でやりながら。で、午後は、雨が止む予報だったんですよね、朝、見たら。なので、朝一、雨の合間を縫って、まず車で、このバイクで、アプリリアで店に来たんです。で、まあ、事務仕事を午前中やってて、で、雨止まないし、どうしようかなと思って時間余ってるし、で、あ、そうか、俺、CRF どうせ買うんだから、住民票を取っとかなきゃいけないんで、まあ、こういう雨の日じゃないと、なかなかほら、ツーリング行っちゃうからね、俺休みの日必ず。だからこんな時間にこの辺にいることはないので、あ、じゃあ住民票取ってきちゃおうってことで住民票取りに行ったんですよ。まあ、それが運の尽きなんですけどね、あらかじめ住民票を持ってればほらすぐ買えるじゃないですかバイク。それで住民票取りに行って帰ってきて、まあ、昼飯食べて近くのねお店で、で師匠と一緒に、で師匠も店休みだから同じ定休日なんで、で俺午後鳩屋行くよっていう話をしてたんですよ、飯食いながら。CRF 中古探してもらうんで頼みに行くからっていうんで、だからまあ師匠も、俺もじゃあ PCX ちょっとなオイル交換かなやんなきゃいけないから、じゃあ一緒に行くわっていうんで、雨の合間を縫って行ったんですよバイクで。で途中でもどっしゃぶり降られて全身ずぶ濡れになったんですけど、結果的にで鳩屋に着いて、このアプリリアをまず下取りに出す、そして CRF が欲しい、で鳩屋に CRF がないからオークションで探してきてっていう話をしたんですよ。で、じゃあ、いくらぐらい、ボーノさんいくらぐらい予算見てんのって言うから、まあ、下取り額が、まあ、その、鳩屋さんが提示した金額があって、で、プラス、まあ、このぐらいみたいな金額を言ったわけですよ。で、条件としては、年式は問いません。その代わり、走行距離は、1万キロ以内。1万キロ以内の走行で、色も言わない、何も言わないで、まあ、なるべく、ノーマルがいいっていう話をしたんです。ちょっとサイレンサーとかね、ナックルガードとかは、まあ、あとなんだ、トップケースつける、ベースキャリアみたいのはついてるに越したことはないけど、あんまりいじくってんのは嫌です、ノーマルに近いものがいいですって言ったら、その条件でその金額だとちょっと厳しいと、あと5万円上乗せしてくんないか予算にっていうことで、まあまあじゃあ上乗せしますってことで、でじゃあそれで探してくださいって言って、ただしね、こっちが頼んでオークションで買ってきてもらうわけですから、買ってきた現物見て、あ、これだったらいらないはなしよみたいなね、それはそうですよね。
もうお任せして買ってきてもらうんだから、もう絶対それを買わなきゃいけないっていうことじゃないですか。そこは信用をね、買ってきてもらう、買ってもくれる人のを信用してお願いするわけなので、で分かりました、それも OK ですって言って話は終わったんですよ、そこで。でじゃあちょっとバイク帰りに、ほら売ってるバイクちょっと眺めるじゃないですか、ああいうとこ行ったらね。で師匠と一緒にこう、このバイクがいいとかああだこうだ言いながらね見てたんですよ。そしたらまあオフ車系のバイクって何台か何種類かあるじゃないですか。でそれこう見ててね、ちょっとこれまたいでいいかなっていうのが何台か出てきちゃったんです、見てるうちに。で、またいで、そうなんだ、みたいな。これ、現物ここにあるよね。って、わかります？オークションで探してもらうといつ来るかな、みたいな。でも、このバイク、ここに現物あるから、これ、このまんま、これで、お願いすれば買えちゃうんだよな、みたいなね。そういうなんか感じってあるじゃないですか。これ信号変わんないの？もしかして。よいしょ。押さないと。そいで、そんなんで、変わった。で、またいでてね。で、どうしようって悩んじゃったんですよ。で、またいの人も、いやいや、別にそんな無理して今、決めなくても大丈夫っすよみたいなね、もう今日のところはちょっと頭冷やしてみたいなニュアンスですよね。いやちょっと待ってみたいなところで、じゃあこれにするわってことで買っちゃったんです、その日に。まああれこれね、じゃあ納車いつにしようって話になって、でまあ現車はあるんで来週の月曜日でも間に合うのって言ったら、あなんとか大丈夫ですよって言うんで、じゃあ来週の月曜日ねって言ったんだけど、私ほら ETC はもう必需品ですから絶対、いやこれでも ETC つけてって言ったら、まあ、あそれだとちょっと来週は無理だなってなって、まあ、次の週の、21日納車ってことで話が決まりましたという流れなんですね、これが。いやーまあそれはそれで、だから次のバイクにね思いを馳せてたんですけども、いやこれがね改めて、あそうかこのバイクなくなっちゃうんだと思うとね、非常に寂しい気がして、なんだかんだ1年半近くこれほぼ毎日乗ってましたからね。そうなんですよ、ほぼ毎日雨の日もねえって考えるとちょっとね悲しいね。本当に持てるものならこれも持っていたいっていう気持ちがありますけどね、まあそれは無理なんで、まあこの人とはお別れになっちゃうんですけど、まあそんなことです。今日のつぶやき元ブログは、まあバイク買い替えちゃいますみたいな話でした。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。